俺のところが転職で、そっちがビッグアイテム換金だ。ああ、なるほど。換金するんだね。ボスマークのついたモンスターを倒したり、特定の樹木や鉱石、魚を採取すると大きなお宝が、ビッグアイテムが出現することができます。リンクから3つ持てます。ライフは1個だったね。ビッグアイテムを発見したら、近くで A ボタンを押して、町まで運んでみましょう。最大3つまで運べます。運搬中、モンスターに襲われないよう注意します。壊されるんだよね。うまく運べば、ライフギルドの運搬屋さんにリッチと交換してもらうことができます。時には嬉しいおまけアイテムが入っていることもあります。隣の唇ユリに頼めば、魚のビッグアイテムを魚宅に変えてくれるぞ。魚釣った後だね。飾れるってことだね、部屋に。みんな同じじゃん。双子かな。僕は通信窓口になってる。左がすれ違い通信の登録で、右はマルチプレイの手続きだ。友達いないから右は関係ないな。真ん中はリンクモード、つながる広場、インターネットマルチプレイを紹介。あ、なったな、つながる広場。残せるんだよね。妹のも残ってると思うよ。まあ詳しいことはそれぞれの窓口で説明を受けてくれ。私がつけるライフはありますか？蝶々につけるライフはな、ないでしょ。砂糖水鑑定士ってのはどうだ？あ、すっごいうまいこと言うな、この人。やった、そんなライフがあるんですか？ないな。まあ俺だって蝶々にはなりたくって、もうなれないんだ。ライフギルドは蝶目が使いこなしてくれる。で、蝶々になりたいとは思わんな。結構危険がいっぱいだよ。雲とかもおるしさ。ね、天敵が多いからいつ死ぬかわからんからな。でも、かないな。どこ行ったんだろう、殺虫剤。あ、あったあった。せっかくだからやるよ、これ。何？ミニ爆弾を手、カーコで。危険だな、おいおい。そんなところに持ってんのか。これ違いません？何言ってんの？殺虫剤って言ったらこれだろうが。わあ、ファーテルの働きパチなんてイチコロだぜ。じゃあそういうことだからよ。あと、ここには地図を開けばすぐに来られるようにしといたから。あ、なるほど。それで増えていくってことか、場所は。まあ、後で確認してみるといいや。今度のこともよろしく頼むぜ。あ、こうやってハッピーをクリアしていく。今日はこれをやっていきましょうか。リンクモード、つながる広場、スナップショット。これら3つの機能は、奥の部屋の中央リンクさんの説明を聞くことで使えるようになります。早速リンクさんに話しかけてみましょう。話しかける？これ。気になる？みんな。話しかけてみる？あんま関係ないけど。あ、こうやって説明を聞くでできるんだね。これは、まあ、やるつもりないから、自分、今は。うん。これ置いとこう。ストーリーだけやるわ、今回。なんか今2つクリアした。冒険の大地へ。こっちショッピングに行こうからやってみようかな。ショッピングの方が近いでしょ。じゃあ、少々お待ちを。これショッピング。ここは家具屋か。買いに来た。関係なかった。ちょっとショッピングを探すのお待ちを。あ、クルブルクっていろいろなお店があって素敵な街ですね。特に大通りの雑貨屋さんか。なるほど、お待ちください。クルブルク大通り。大通りの雑貨屋さん。ここなのかな？ファッションだった。こっちか、雑貨だから。ここだ、ここ。雑貨の店。こういうのは出ないんで、探さないといけない。いらっしゃい。いらっしゃるらるませいい。お、なんか右見て、右、かわいいぬいぐるみがいっぱい置いてある。ここは雑貨屋さんですね。あら、しゃべる蝶々のお客様は珍しいわ。サービスしちゃおうかしら。やったー。でも雑貨屋さんって何を売ってるお店なんですか？消費アイテムとライフ道具を取り扱ってるお店よ。売れ筋はやっぱりキュアレイドかしら。 HP を回復するお薬ね。戦うお仕事には欠かせないから、飲み口爽やか、優しい味わいでお子様にも大人気を。飲んでみる？いいんですか？はい、どうぞ。よく飲むな。美味しい。マジか。でしょでしょ。あとは SP を回復するスタミナも、スタミナそうって見えたけど、 SP を放っておけば徐々に回復するけど、ここぞという時はそんなのんきなことも言ってられないから。まあ戦闘とかはな。味見できますか？いいけど大丈夫？大丈夫ですよ。まだまだいけます。んーならいいけど。はい、どうぞ。甘い。苦い。効果は間違いないんだけど、味は好みが分かれるところなのよね。慣れるとこの味がたまらなくなるらしいわ。私は SP を回復したいときは、もっぱらジュースとかの飲み物ね。私もジュースが良かったです。あとはそうね。
蘇生薬も根強い人気があるわ。生き返るっていいよな。 HP がなくなった時に使うとその場で復活することができるの。強敵と戦う時には重宝するでしょうね。ちょっとお値段が高いけどそれだけの価値は、いやすっごい価値あると思うぞ。味見してみる？美味しくないけど。いえお構いなく。ふふ、説明これぐらいでいいかしら。試供品をあげとくね。使ってみて。キュアエイドを3個手に入れた。あ、これ錬金術師で作れるんだったかな。確かスタミナ、スタミナだね。ちゃんとなってるね。蘇生薬も手に入ったぞ。死んでも大丈夫だ。ありがとうございます。気に入ったら買いに来てね。あとハッピーな人にだけ特別に提供している商品もあるの。楽しみにしてね。ハッピーなあなたを待ってるわ。どうぞコーヒー金。いやまだハッピーじゃないってことを認めてしまったようなものだな。あ、ショッピング行こう。クリア。じゃあ次は最後だね。今日はこの最後のハッピーが終わったら終わろうかな。かわいいよなこのぬいぐるみ。見て見て、めっちゃかわいい。じゃあ行こう。最後はクルブルクの大平原だったかな。ちょっとクエストを開いてみようか。クエスト、これだね。冒険の大地へ。南に出て密沿いに進むとモンスターいっぱいのパーテル大平原に出るんですって。ぜひ冒険に行きましょう。これ行きます。下だね。ダッシュしよう。ダッシュも歩きもあんま変わんないと気がするんだけどね。あ、この音楽いいね。音楽聞こえてるかな。ダッシュのレベルが2になった。ちょっと一旦セーブします。よし、じゃあ行こうか。個人的にちょっとちゃんと録画を見直して撮れてるか確認してセーブをしました。録画ミスあったら終わっちゃうからねこのゲーム。うん、だから一回確認をしますね。お、いいね。 A ボタンを押し続け、いやスキップはしない。え、ヤギかウサギか。あ、人参だ。かわいいな。いや、みんなキモいってコメントが来てるかもしれない。このファンタジーライフの世界観いいよね。今のブーンって音は、大型トラックが隣に通りました。すいませんでした。世界観が壊れた。なにこれ、かわいい、この鳥。あ、居眠りドラゴンじゃないこれ。うわぁ、これにね、最初初めてやった時ね、倒されちゃったな。でかっ。居眠りドラゴンなりきりセットとかなんかあった気がする。あ、ごめんなさい、静かにしてっていうコメントが来そうだからちょっと静かにした方がいいのかな。実況だからいいよね、喋っても。あー、いいね。ファンタジーライフオンラインほんと楽しみだな。おお、いいね、この冒険行ってる感じ。ここがパーテル大平原。広い。風が爽やかですね。あそこに王国兵士さんがいますね。お話ししてみましょうか。立ったまま寝られるなんて器用な人ですね。おはようございます。おはようございます。いや、自分大きい声出したかったけど近所迷惑になりそうやけどやめた。実況者失敗です。異常なしであります。サボってたな。でも これ平和っていいよね。平和の王国兵士、これで給料もらえてんだろ。給料ない、リッチか。なんだ、マスタング隊長じゃないのか。驚かさないでくれ。マスタングってどっかで聞いたことあるぞ。錬金術やったっけ。あの、パーテル大平原についてお尋ねしてもよろしいですか。わ、蝶々が喋った。喋れるなら喋るって言ってくれなきゃ。驚かさないでくれよ。喋らないと伝えられないでしょ。なんかすみません。で、何？君たちはパーテル大平原、初めてなの？よしよし、それじゃあ基本的なことを説明してあげよう。フィールドで A ボタンを押すと武器を構えます。その状態で A ボタンまたは X ボタンを押すと敵を攻撃します。B ボタンを押すと武器をしまいます。複数の敵に囲まれてしまった時は Y ボタンを押してみましょう。体の向きを変えて攻撃する相手は、Y ボタン、切り替えボタンだったんだね。B ボタンを押しながら移動するとダッシュになります。忍び足は B ボタンを押し続けてしゃがみそのまま移動します。どちらの移動も SP を使います。
フィールドの草花や虫は採取することができます。見つけたら A ボタンで取ってみましょう。採取できるアイテムや HP や SP 回復効果を持つものもあります。とまあこんなところだ。採取物といってもいろいろだけどね。平原で取れるのは例えばこれね、ヤシソウを手に入れた。5個手に入れた。ヤシソウってヤシの方かヤシじゃないよ。いただいちゃっていいんですか。うん、あげるよ。自分の分はまた取るから。マジか、暇だから。いいね、暇って。平和ってことじゃん。まあ平和なもんだよ。ここは凶暴なモンスターもいないしね。採取なりバトルなりでせっせと経験を積むといい。あ、でも夜は気をつけた方がいいかな。昼間とは違うモンスターが活動してるからね。マジか。何か質問ある？特にないよ。蝶々を食べるモンスターを見ますか？わかんないそりゃそうだ。あ、そうそう、大事なことを言い忘れてた。居眠りドラゴンを見つけたら間違っても戦っちゃダメよ。いやー、たまにああやって山から降りてきてね、日向ぽっこしてるんだ。いつも同じ場所にいるイメージ。ちょっかい出さなきゃ襲ってくることはないけど、怒らせたら一瞬で来る焦げさ。絶対に刺激しないようにね。平原を北東に進めば霧立山だよ。大平原で地震がついたら行ってみるといい。城下町に戻りたければ連れて帰ってあげるから、気兼ねなく声をかけてくれたまえ。じゃあ気をつけて。お、これでハッピーが全部集まったね。じゃあちょっとこれハッピー報告行こっか。ちょっとクエストを見てみよっか。蝶々からの願い。これ全部ハッピーが溜まったから、ちょっと一回、家に戻りましょう。マップをやってこれ自宅に戻る。これでワープができるからね。はい、これでハッピーチェックしよう。ハッピーチェックハッピーなことがあったか判定してみますね。チョメさん、あなたは今日ライフギルド説明を受けた。雑貨屋で買い物してないけどね。あれ、上がんないの。あ、これで進むってことか。ちょっと待ってよ、クエストは。あ、これで全部クリアしたらクエストが進むってか感じか。チョメさん、ちょっとだけお話ししませんか。物語を始めるにはセーブが必要です。セーブしますか。あ、では一旦ここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。セーブをする前に動画確認しないといけないか。では失礼します。